それでは続いてのブースへ参ります。それでは企業名とお名前をよろしくお願いいたします。はい、株式会社オートグランドスーパーセブン谷本と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ谷本さん、はい、今日はどういったものをご紹介していただけますか。この商品はですね、はい、軽トラックに、はい、溶接穴開け不要で、はい、拡張アングルを取り付けるという商品になります。今こういったふうに、ね、絵でも見えていますけれど、なぜこういったふうにつけようというふうに思いついたんですか。まずはそうですね、もともとは御社は自動車販売会社なんですけど、はい、お客様のニーズで長物ですね、うん、長はしごですとか、はい、レジャーではこうサーフィンですとか、はい、カヤックですとか、はい、そういったものを積まれるお客様がいらっしゃいまして、うん、それで、まあ、今まではこう溶接をして、はい、しっかり固定してたんですけど、うん、それをまあ簡単に、うん、作れないかという感じで生まれましたね。なるほどですね、はい、そうですよね。その今この取り付けなんですけれど、はい、本来今まではこういった高いものをつけるときっていうのは穴を開けたりしなきゃいけなかったんですよね。そうですね、はい、そうするとやっぱり僕が知ってる中では、はい、このサーフィンとか使う方々は海の近くで軽トラックを使うと錆びちゃったり、はい、穴が開いちゃったりするとね、問題になるので、はい、それを変えてみようと。そうですね、はい、それをどのようにつけるかちょっと教えてもらっていいですか。はい、わかりました、はい、まずこちらにあるのがですね、軽トラックの横にある煽りの部分のカットになるんですが、ですね、こちらにですね、はい、2つの部品を使います、はい、まず1つ目がこちらなんですが、はい、下から入れていただいて、はい、でこちらをもう1つ上からかぶせていきます、うん、そうしますとですね、このように、はい、セットされるんです。でもあとここはボルトで締めるだけということですよね。ボルトで締めていきましたら、はい、しっかり止まるようになります、うん、はい、こういうのはなんか、なかなかありそうでなかったんですね。そうですね、はい、今まではなかったです。で昨年なんですが、はい、一応特許も取れましたので。特許取ってる。ありがとうございます。すごいですね。はい、これで、車体を傷つけることなく、はい、取り付けることができるようになりました。はい。はい、まあ、これ本当はね、もともとは現場などとかね、そういったところから始まってるかと思うんですけど、はい、これからはどんな方々にも使ってもらいたいですか。そうですね。もちろん、このイベントでもありますように、サーフィンですとか、はい、カヤックですとか、はい、キャンプ道具をね、積んでいただいたりとか、はい、そういうアウトドアレジャーに使っていただければと思います。ね、やっぱり普段仕事で軽トラを使っている方も、はい、こういった使い方ができるんだよというような。そうですね、ぜひ、はい、このイベントでたくさん目にしていただいて、はい、有効に使っていただければと思います。はい、はい、じゃあ、ね、本当にこういったコロナの中でね、ちょっとアウトドアとしてね、こういったものも使えるようになるんで、はい、これ今日もしね欲しいなというような方はどういった感じで調べてみるといいですか。そうですね、こちらに書いてある商品名が、はい、軽トライアングルと申します、はい、インターネットで、はい、注文いただけますので、はい、ぜひ問い合わせしてみていただければと。この軽トライアングルは谷本さんが決めたんですか、このネーミングは。そうですね、いろいろちょっと欲張って名前を入れてみたんですが、はい、軽トラとあと試すでトライと、はい、でアングルで、はい、はい、アングルでですね、はい、まさしくこの軽トライアングルというふうで調べていただければという形ですね。はい、はい、本当にまた、今回3日間ありますんでね、はい、また皆さんにもいっぱい伝えるようにしたいと思いますので、はい、ありがとうございます。はい、忙しい中、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。よろしくお願いします。